魔物急いで倒す先に行こうこんなもんよしおいらたち強くなったそこは私に任せて逃がさないよこれでしばらく敵と遭遇しないでしょう。ようこそ我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いは解いて私たちを解放してよ。方法は一つだけ、私を倒すことだ。負けない。ここかな。準備はいいかい。どうだ。Yeah!
よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。助かった。ありがとうよ。でもシェイドさんがここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？いや、闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が。いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使っていた。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭さんも同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか突然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまった。
それから長い年月が過ぎ、世界は蘇った。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放された。この船が消えてしまうのだ。そんなバカな。部下、あの様子じゃ噴火が近そうだぞ。なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。ダイヤに耐えるんだ。
今度は島からの脱出方法を探さないとね。どこかにあるかな。実力。
俺一人で十分だ。邪魔だ。
すごい数のモンスターだ。ここは魔物の巣か。こうなったらやられる前にやるぞ。待って待って、彼らからは敵意がか…い
らっしゃ、何が欲しいだが。気に入ったぜ。それは大事にするわね。それはいいもん見た。また来いだが。待って、彼らからは何が欲しいだが。なかなかの品だな。それはいい買い物したわ。また来いだが。待って、彼らからは敵意だ。待って、彼らからは敵意が感じられないよ。襲ってくる様子もないし、試し話しかけてみましょう。襲ってくる様子もないし、試しに話しかけてみましょう。なったら海の主とやらにかけるしかないな。そうね、早く岸辺の洞窟に行きましょう。こんなもの、てれでも十分だったな。
前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。ほーらな。海の主いるはず。でも潮の匂いきつい。おいら鼻効かない。のんびりしていると噴火に巻き込まれる。急いで探そう。クレンの魔導士を倒すまでそのわけにはいかねえんだ。あら、もうあっけなかったのね。
すぎて暴れ足りないぜ。
いで倒して、先に行こう。準備はいいかい？弱すぎて暴れ足りないぜ。私はジャガンの伯爵、黒の貴公子様の予言に従い貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなのでな。なんだと？ふざけんな！黒の貴公子ってのは何者だ？お前たちは知らなくてもいいこと。どうせ生きては帰れぬのだからな。まもなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。とうとう噴火が始まっちまいやがった。くそ、もはやこれまでか。なんだこりゃ。助けてくれるのか。残りのマナストーンのことを聞きにフォルセナの陛下に会いに帰ろう。
いら、いい商品揃えてるよ。早く使いたい。お目が高い。気に入った。お目が高い。気に入ったぜ。またのお越しを。いい商品揃えてる。またのお越しを。家に戻ってきたな。これで八精霊のうち光、土、風、そして闇の四つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分、残りは四つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、霊下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよう。フォルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。お前たちが火山島仏閣から脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。奴が助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。
商品揃えてるよ。お目が高い。毎度あり。お目が高い。毎度あり。またのお越しを。商品揃またのお越しを。過ぎて暴れ足りないぜ。こんなもの？ダイヤミサイル。俺たちの敵じゃなかったな。
急に寒くなったな。これは寒さに耐える修行になるな。よし、行くぜ。どんなモンスターが。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。どんなモンスターがいるか楽しみだ。雪原の先に氷壁の迷宮があるんだよな。アルテナ育ちの私でもこの寒さは無理。早く行くわよ。今の戦い俺一人でも十分だ。敵よ、気をつけて。俺たちの敵じゃん。なかったに慣れてきたぜ。
これでしばらく敵と遭遇しないでしょう。させたようだな。この精錬に
ー